読谷なんでも調査団はじめちゃんでございます。本日はですね、私地域振興センターの3階にね、来ております。まあ FM 読谷のね、事務所がございますが、それのね、ところでございます。で、何を今日ご紹介しようかと思います。皆さんね、沖縄に来ると片ブイとかね、よく聞くと思います。片ブイどんな様子かっていうのね、まあ見たことある方もいらっしゃると思いますが、ない方もいらっしゃると思いますのでね、ちょうど今片ブイの状況でございます。ぜひねご覧いただきたいと思います。さあ、ここですね、地域振興センター3階からですね、ちょっと私見ているんですが、ちょうどですね、雲がね、まあ中央からですね、今画面の方では中央から右側はね、まあ普通の晴れ間というのがね、覗いていますが、その隣ね、左側に行くとどんどん雲が黒くなっている状況でございます。で、その先にはもう今ですね、雨粒がね、多く落ちている、もう白いもやのようなね状態でなっております。あそこはね、もう多分雨降っていると思います。まあちょっとね、こういう感じでですね、一部すぐね、片側だけ雨という状況のものを指したりしますね。なので片ブイというふうにね呼ばれると、まあスコールとかね、指す場合もありますが、まあ本当にね、片側だけというかね、向こう側だけ降っているという状況でございます。結構ね、沖縄では車の運転している際にね、見たりする光景かと思いますのでね、沖縄来られた時にですね、ぜひ皆さんチェックって言ったらおかしいですけどね、味わってみてはいかがでしょうか。まあね、本当に車運転している時とかではね、本当にすぐ雨粒がパタパタパタっと落ちてきて、急に前視界が悪くなったりしますのでね、そういった時にもですね、十分注意していただきたいなというふうに思います。ちょっとね、まあなかなか外側からね、本日お届けしているんですが、あまりねこういう状況っていうのはね、私も久しく見なかったのですね、急遽カメラを回しています。ぜひね、皆さんも運転、こういう時のね、運転というのは十分注意してください。ぜひよろしくお願いします。